夏は日の出とともに車内が暑くなるので、そのままお目覚めコース。あるあるある。常に車中泊仕様なので、急遽人を乗せるときはかなりの準備が必要。あるあるある。外から戻ってくると車内の匂いが気になるので換気に気を使う。あるあるある。駐車場内でトイレに行きやすい場所を探しがち。あるあるある。大型トラックと離れたところを探しがち。あるあるある。他の車中泊組の行動を気にしがち。あるあるある。幹線道路沿いは道路から離れたところを探しがち。あるあるある。寝ているときに足でクラクションを押してしまいがち。あるあるある。スライドドア、知らない間に足で操作しており、勝手にドアが開いてしまう。あるあるある。後部座席の足元は荷物備品でいっぱい。あるあるある。泊まれる場所を車中泊マップで探す。あるあるある。宿泊先で地震があった場合を想定して避難場所の確認をする。あるあるある。サンシェードは黒より銀タイプの方が断然効果大。あるあるある。道の駅ごとにソフトクリーム食べがち。あるあるある。現地の名物を食べたいという気持ちと食費を抑えたい気持ちで葛藤しがち。あるあるある。知らぬ間にルームミラーがそっぽを向いているのに気づかず、出発する前にギョギョッとなる。あるあるある。換気で窓を開けていたのを忘れて寝て寒さに驚いて起きる。あるあるある。冬寒い中トイレに行くと車に戻ってくるまでに体が冷えてもう一度トイレに行きたくなる。あるあるある。お酒を飲んだ翌朝はトイレに行きたいけど朝冷えの恐怖にトイレを我慢しがち。あるあるある。冬の朝は窓ガラスが結露で天然のモザイクカーテンになっている。あるあるある。運転手は運転席側、同乗者は助手席側で寝る。あるあるある。冬は一日くらいお風呂に入らなくても大丈夫。あるあるある。部屋の模様替えより車内の模様替えの方が気分が上がる。あるあるある。
家の駐車場で車中泊しがち。あるあるある。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 絶対あるね、あるある。